はい、ということで今日は一戦 TDM スパホで行くぜ。うわ、みんなコスト高えな。マコフンも1800あるか。まあ燃料3掛けで、まあ穴開けのポイント稼ぎね。あと支給燃料3の復活。どうしたらスマホだ。しゃあここは後からゆっくりついていくと。上から車がいるなっていう。正面から撃つか。うわ、いやあ、ね、最優度結構低いな。ちょっとパッカーが、パッカーになられた。 TDM はこの復活した瞬間がさ、実は無敵になってる。確か一発撃つまではレーダー、敵のレーダーに映んないんだ。やばい。こっちが当たったわ。もうちょっと当てていいか。撃ったらすぐ逃げる。よっしゃー、与えられた。今のラッキーやったね。あんな一番ラッキーで遠目から撃つ。まああのもうさ、混み合ってるところに入らずにちょっと離れて遠くから撃つっていうのが一番いいんですね。これレーダーに撃つ前。おお、こんなの飛んでたわけ？
見てなかったから。3機撃墜して5回落とされか。あ、6回か。